選手をレーン順に紹介していきます。第1レーン高岡さん国分、第2レーン笹原さん東葛飾、第3レーン浜本さん東海大浦安、第4レーン清水さん市立船橋、第5レーン林田さん幕張総合、第6レーン箕輪さん成田、第7レーン北島さん千葉南、第8レーン竹林さん八千代、以上の8名で準決勝最終の第3組です。ファイヤーマーク。出発しました。女子 100m ハードル準決勝第3組、さあスタートから出てきたのは市立船橋の清水さん、そして続くのは6レーン箕輪さんでした。さあ3着4着争いは熾烈。さあ2着取りが必要な準決勝、タイム上位2名も決勝へ進出できます。プラスの2名は誰か、速報が出ました。ただいまのレース1着清水さん、市立船橋、時間14秒62、向かい風 0.8m でした。プログラムは34ページをお開きください。先ほど終了しました男子の 5000m 競歩の結果をお知らせします。1着3588番、向井君阿鼻子、時間20分49秒15、これは大会新記録です。2着3614番、中台君中央学院、時間22分12秒28、3着813番、鈴木君桜東、時間22分27秒20、4着995番、小泉君千葉 A は、時間22分27秒99、5着939番、井上君八千代松陰、時間22分49秒96、6着812番、泉君桜東、時間23分26秒44、7着3407番、ふくらへ君一律歌手は、時間23分32秒91、8着967番、牧君八千代松陰、時間23分53秒18。以下の結果につきましては速報サイトをご覧ください。